クリスマスを前に山梨県北斗市の農家では小型のクリスマスツリークリスマスエリカの出荷が最盛期を迎えていますクリスマスエリカは南アフリカ原産のツツジの仲間スズランエリカをもとに山梨県が開発した小型の鉢植えのツリーで枝先に咲く白く可憐なスズランに似た花がもみの木に積もったふわふわの雪のように見えることから クリスマスの飾り付けや贈り物として人気を集めています16日は朝早くから園芸農家の男性が仕上げの剪定作業を行い地元の JA の職員が企画に合っていることを確認して認証し出荷する作業が行われました今年は異例の暑さと乾燥が影響して花の生育が遅れ例年より1週間から10日ほど出荷が遅くなりましたが クリスマスの時期に間に合ったと関係者もホッとしていますクリスマスエリカの今年の出荷数は全体で1508ほどで山梨県内の直売所や京阪神の市場を通して販売されるということです